はい、結婚5年目でございます。32です。ぼちぼち。最近だと1ヶ月前くらいですかね。うん、しております。もちろん旦那さんとだけでも満たされておりますけれども、まあ時には貢献もしてみたいですよねって感じで。はい、あ、自分自身で最近だと昨日、そうですね、あ、いない時にいたしております。 2,3 日に一度とかそのくらいですかね。あ、でもソファーが多いかもしれないですね。体勢は横になってですね。私は何も使わず自らの、結構私刺激に弱い方でございまして、自分でするなら優しい方が好きなんですね。なので自分でソフトに調整しながら。15分、20分くらい終わりです。ちょっと、くったりします。あります、あります。ちょっと休憩してからね。ありますね。ちょっといけないような旦那さんじゃない方とちょっとしちゃうみたいなですね。知ってる人を想像することが多いです。例えばいつも旦那さんの職場の方だったりお友達だったり、初めて一人でしたのは4歳ぐらい。覚えてないですけど、なんか触っちゃったんだと思います。きっとなんか気持ちみたいな。いや、最初は分からなかったですね。ぐらいだろう、小学生に上がったぐらいかな、たまにちょこちょこ。いや、話しません、全く言わないです。むっつり。後ろでございます。支配されてる感、相手の好きにされちゃってる感が好きです。それで、結構我慢しないで出ちゃいます。日常では見せないようなちゃってるお顔、トロンとしたお顔とか好きですね。あ、私今
ちゃってるわみたいなですかね。あります。あ、いろんな体勢で。あ、まあ、部分的にしっとりするような。それは良いでございます。本当に恥ずかしいも含めつつ良いですね。黒です。形ノーマルな普通のものでございます。優しくて笑わせてくれるとこですかね。一緒に入る派。やっぱり一緒に来てるからずっとくっついていたいですよ、私は。まあ少々ちょろちょろっとしたものもありますけど、それは後でねってことで。一緒派。あるかな？あるかもしれない。かわいいよとか、綺麗だねとか言われたいです。お水飲むって渡してくれたり、拭いてくれたりとかですかね。うん、思います。あ、どちらも。おそらく40、50代だと思います。やっぱり大人の余裕と言いますか、包容力があったり、あと人によっては熟練されたテクニックが素敵だと思います。年下の朝は若さゆえの元気さだったり、あとはちょっぴりウブなところとか可愛いなって思いますね。あ、そうですね。今日は年上の方と激しいので